アイゼン、手紙をもらうってどんな感じ？なんとも思わん。むしろいらんな。こんなものもらっても嬉しくもなんともない。え？これは亀人からの請求書だ。どうした？お前も手紙が欲しいのか？うん、僕には手紙を送ってくれる人も手紙を送る相手もいないからね。ライフセット、あなたにお手紙ですよ。え、本当に？誰からだろう。差出人はビエンフ？イエース、僕からでふよ。そろそろ手紙が欲しくなる頃だと思ってしたためておいたでふよ。嬉しいでふか？あ、うん、ありがとう。では僕が読んであげるでふ。背景、精霊ライフィセット様、貴殿ますますご清聴のこととお喜び申し上げます。小生もおかげさまで変わらぬ日々を過ごしております。ビエンフーって普段はあんなだけど本当はしっかりしてるんだな。マギルー姉さんの衣装のアイロン掛け、ボタン直し、お帽子と長靴下の手洗いが日課なのはご存知の通り、先日などマギルー姉さんに最近お腹のお肉がいささかふくよかではないかと忠告申し上げましたらば、館中軒下に逆さずりにされ、危うく星のるみになるところでございました。あまりの辛さに小生頬を伝う涙を止めることができませんでした。ビエーン、やっぱりビエン風はビエン風なんだね。というか自分のことしか書いてない上に自分で手紙を読んでますし。でもありがとう、ビエンフ。手紙っていいものだね。貴殿の優しさにまた泣けてきたでふよ。ビエーン！